テリーリー・ペンドルトンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、元プロ野球選手、野球指導者。ウ宇藤良だ。1982年の MLB ドラフト7巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。当初は2類種であったが、トリプル A 級、ルイビル・レッドバーズ所属時の1984年開幕直後に3類種に、コンバート。 同年カージナルスは、肖像類種のケン・オバークフェルをアトランタ・ブレイブスにトレードし、当初はアンディ・バンスライクを3類種に起用したが30試合で7失策を喫したため、ペンドルトンの大リーグ昇格を決めた。ペンドルトンは7月18日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。その試合では5打数3アンダーを記録し、すぐにレギュラーに定着した。 同年は67試合の出場で打率。324.20盗塁を記録。1985年以後も、レギュラーとして起用された。1990年までのカージュナルス時代は、1985年1987年の二度の、ワールドシリーズ出場や、守備面でのゴールドグラブ賞獲得こそあったものも、打撃成績は平凡であった。 1991年に FA でブレイブスに移籍すると打撃面でも心境一しく打率319で首位打者のタイトルを獲得チームを前年のナショナルリーグ西地区再開から地区優勝に導き MVP に輝くチームはリーグチャンピオンシップシリーズも制しワールドシリーズに出場したがやはり前年再開から ワールドシリーズに進出したミネソタツインズに敗れた。ツインズにはカージナルス時代の1987年にも敵地で連敗、本拠地で3連勝、敵地で連敗という全く同じ形で敗北を喫している。同年の187安打、303塁打はいずれもリーグ1位で22本塁打、83塁打はキャリアハイ、カムバック賞も受賞した。 翌1992年は2年連続リーグ最多となる199アンダー打率311、21本塁打、自己最多の105打点を記録し、自身唯一の MLB オールスターゲーム選出を果たす。また、自身3度目のゴールドグラブ賞を受賞した。ブレーブスは、同年もワールドシリーズに出場したが、トロントブルージェイズに敗れた。 ブルージェイズもカージュナルス時代の1985年に敗れた相手である。打撃成績から見てもこの2年がピークであった。1995年には3塁の定位置を新エイチッパー・ジョーンズに譲ってフロリダ・マーリンズに移籍。同年は打率290、14本塁打を記録。皮肉にもペンドルトンがいなくなったブレーブスは ワールドシリーズ優勝を果たした。翌1996年シーズン途中の8月に交換トレードでブレーブスに移籍。この時、ブレーブスは右翼手で打線の中核であるデビッド・ジャスティスを故障で書き、さらに正遊撃手、ジェフ・ブラウザーが故障した。チッパー・ジョーンズを遊撃手で起用し、三塁手としてペンドルトンを起用するための復帰であった。 交換相手は、プロスペクトのルーズベルト・ブラウンであった。同年ブレーブスは、ワールドシリーズ進出。自身5度目のワールドシリーズ出場となったが、ニューヨーク・ヤンキースに敗退。1997年は、シ新シナティレッズと契約するが、3度にわたる、故障者リスト入りもあって、シーズン途中に解雇された。翌1998年、キャリア初のアメリカンリーグとなった。 カンザスシティロイヤルズを最後に現役引退。2002年からはフルスブレイブスで監督ボビー・コックスの下打撃コーチを務める。監督がフレディ・ゴンザレスに変わった2011年から一塁ベースコーチに配置転換。2016年途中でゴンザレスが解任されブライアン・スニッカーが代行監督に就任するとベンチコーチに配置転換された。 スニッカーの正式監督就任に伴い、2017年は引き続き、ベンチコーチを務めたが、レギュラーシーズン終了後の10月20日に来年度の契約更新を行わない旨を通告された。ありがとうございます。